ハードボイルドは文芸用語としては暴力的、反動徳的な内容、批判を加えず、客観的で簡潔な描写で記述する手法、文体を言う。アーネスト・ヘミングウェイの作風などが一例である。ミステリーの分野のうち、従来あった試作型の探偵に対して、行動的でハードボイルドな性格の探偵を登場させ、そういった探偵役の行動を描くことを主眼とした作風を、 表す用語として定着した。ハードボイルドは、元来、ゆで卵などが固く茹でられた状態を指す。転じて感傷や恐怖などの感情に流されない、冷酷非常、精神的、肉体的に強人、妥協しないなどの人間の性格を表す。今日では、ミステリーのサブジャンルとして扱われるのが一般的だが、サスペンスや一般小説など主人公を、 ハードボイルド風の文体で描く作品は他のジャンルにもある。また、ミステリーにおいては、主人公は私立探偵とするものが一般的だが、必ずしも主人公が私立探偵であることが、ハードボイルドの条件ではない。特に私立探偵という職業が一般的ではない日本では、小説家や非番の日の刑事など、様々な職業が探偵役として提案されている。 また行動的な探偵が主人公であるが、ハードボイルドとは対照的に非常さを全面に出さず、恩恵で道徳的な作品はソフトボイルドと呼ばれる。マイクル・ゼット・リューインのアルバート・サムスンシリーズやハワード・エンゲルのベニー・クーパーマンシリーズなどがこれに当たる。ハリウッドでは第二次世界大戦中から 多くのハードボイルドスタイルの映画が作られ、カサブランカはアカデミー作品賞を受賞した。こうした第二次世界大戦中にアメリカで制作されたハードボイルドスタイルの映画について、フランスの映画批評家、脚本家のニ位のフランクがフィルムノワールと呼んだことから、映画においてはハードボイルドよりもノワールという用語で語られることが多い。また、ノワールは、その後、 文芸用語としても使われるようになったものの、本来、ハードボイルドと、ノワールを明確に区切るラインがあるわけではない。フランスガリマール社のペーパーバック総書、セリノワールには、ハードボイルド派と目される作家もノワール派と目される作家も収められている。ミステリーのハードボイルド派は、1920年代のアメリカで始まる。パルプマガジン、ブラックマスク氏に掲載されたタフで非常な、 主人公たちの物語がその原型で、同志には、キャロル・ジョン・デイリー、ダシール・ハメット、イーエス・ガードナー、レイモンド・チャンドラーらが寄稿した。特にハメットは、地の収穫や、マルタの鷹などにおいて、簡潔な客観的行動描写で、主人公の内面を表現し、ハードボイルドスタイルを確立した。大いなる眠りで、長編デビューしたチャンドラーは、ハメットのスタイルに、会話や、 比喩の妙味を加え、独特の感情的味わいを持つ、さらば愛しき女よ、長いお別れなどのフィリップ・マーローシリーズを発表した。なお、文芸用語としての、ハードボイルドは、地の収穫に対する書評において、すでに認められるものの、ハードボイルドパを意味する、ハードボイルドスクールという語が用いられるようになったのは、第二次世界大戦後で、その第一号は、エラリー・クイーンだったとされる。 また、ハワード・ヘイ・クラフトも、ミステリーの美学において、ハード・ボイルド・派という語を用いているものの、同書に収められた、黎明期の問題でイーエス・ガードナーは、行動派探偵小説という言い方をしており、彼自身も、行動派ミステリーの名手と呼ばれることが多い。ハード・ボイルド・派という用語が確立するのと時を、同じくして、その後継者と目される作家も現れるようになり、動く標的で、 私立探偵流アーチャーを登場させた、ロス・マクドナルドは先駆者のスタイルを踏襲しつつ、登場人物の動機に関する洞察と心理学的な深みを追加した。一方、裁くのは俺がでデビューしたミッキー・スピレインは、暴力とセックスを戦場的な文体で描き、本作で暴力的、ハードボイルドの代名詞となったマイク・ハマーシリーズはベストセラーとなった。 さらに1940年代終わりから1950年代にかけて銃と軽口と女の扱いに長けた私立探偵が主にペーパーバックオリジナルで大量に生み出された。マーティニーと殺人とでピーター・チェンバーズを登場させたヘンリー・ケイン、消された女でシェル・スコットを登場させたリチャード・エス・プラザー、ノッポのドロレスでエド・ヌーンを登場させたマイクル・アバロン。 ザ・セカンド・ロンゲスト・ナイトでチェスタードラムを登場させたスティーブン・マーローなどが主な作家である。極め付きはオーストラリア作家のカーター・ブラウンで1958年からアメリカのペーパーバックに登場し健全なお色気とユーモアにあふれた作品を毎月一冊というペースで発表した。また、GG フィックリングのハニー・カシマスで登場した。 ハニー・ウェストはセクシーな女性私立探偵として人気を博し、テレビシリーズにもなった。なお、日本ではこれらの作品については、王子から通俗ハードボイルドと呼び習わされており、小高信光が1961年時点で、同家探偵小説、あるいは通俗ハードボイルドと書いているのが確認できる。またこれとほぼ同じ意味で、K. ハードボイルドという呼び名が使われることもあるが、 これは、続き道夫の命名であることがわかっている。1960年代になると、アメリカ社会の問題は、個人の行動だけでは、対処できなくなる。ロス・マクドナルドのリュー・アーチャーは事件を見つめるだけで、行動しなくなり、次第に内政的になっていく。これを受けて1960年代末から1970年代に、かけて、社会的問題を、正面から扱うよりも、 探偵の個人的問題を通して社会を描くような作品が多くなる。主な作家にはマイクル・コリンズ、ジョゼフ・エンセン、ビル・プロンジーニ、マイクル・ゼット・リューイン、ロジャー・エール・サイモン、ロバート・ビー・パーカー、ローレンス・ブロックなどがいる。なお、これらの作家の作品をネオ・ハード・ボイルドと呼ぶことがあるが、これは小高信光の命名。実際にはハード・ボイルドの枠組みを超えた要素も多く。 近年はあまり使われなくなっている。また、1960年代後半から始まったフェミニズム運動と女性の社会進出により、1980年代には女性作家が女性の私立探偵を主人公にした作品を書くようになる。まず、マーシャマラーのシャロン・マコーンが人形の夜で登場し、続いてサラパレツキーの VI ・ウォーショースキーが サマータイムブルースでスー・グラフトンのキンジー・ミルホーンがアリバイの A で登場した。以後、リアリスティックな女性私立探偵小説は一大潮流となる。1970年代以降の作品の多くは、文体も主人公たちの性格もハードボイルドではない。ため、私立探偵を探偵役にしたミステリは、私立探偵小説という名称で呼ぶのが一般的になった。こうした、 私立探偵小説の流れとは別に、ハードボイルド文体で描かれた犯罪小説がある。ハメットと同時期の作家で、ハードボイルド文体の創始者として挙げられるのが、リトルシーザーの W.R. バーネットと、郵便配達はニドベルを鳴らすのジェームズ・ウェーム・ケインである。ブラック・マスク氏の出身であるが、独自の道を歩んだホレース・マッコイは、彼らは、ハイウマを打つで大教皇時代の明日なき青春を、 冷徹な筆致で描く。また、ミス・ブランデス氏の欄で登場したジェームズ・ハドリー・チェイスは、イギリス人ではあるが、アメリカ英語で作品を発表した。殺人のためのバッジなど警察官を、主人公として、アメリカの社会問題を描こうとしたウィリアム・ P ・マッキー・バーン、ハメット・スタイルで描かれた、雇われた男でデビューしたドナルド・ E ・ウェストレイクも、ハードボイルド小説に新風をもたらした。 これらの作品の手法、文体は映画の影響を受けた部分もあり、また多くの作品が映画化されることによる相互作用でハードボイルドタッチは熟成していった。日本のハードボイルド史の起点を定めるのは容易ではない。山本周五郎が黒林騎士の編名で新青年1948年2月号に発表した失恋第5番、同3月号に発表した失恋第6番は、 ハードボイルド風の文体で書かれており、大矢部春彦が触発されたとの指摘もある。また島田和夫も宝石臨時造刊号に発表した、拳銃と香水を皮切りに行動的な新聞記者を探偵役に用いた分野物を次々に発表。軽快な文章を生かしたテンポのいい物語は、ハードボイルドを彷彿とさせる。さらに赤木慶一郎主演の 拳銃部来町シリーズの原作者として知られる軌道令が1950年頃から青春タイムスなどのカストリ雑誌にアクション性の強い作品を発表しており、後に青木ハードボイルドなどで活躍する木戸のハードボイルド作家としての起点をこれらの作品に求めることができるのは間違いない。これらが日本ハードボイルド史の起点内誌は全史と位置づけることはできるものの、いずれも 先駆的作品にとどまった。明確にハードボイルドを意識して書かれ、強敵な目で見てもハードボイルドと言い得る作品が書かれるようになるのは昭和30年代に入ってからである。その担い手となったのは当時20歳前後の若者たちだった。1955年当時東北大学文学部の学生だった高木高は大学生である私が米軍占領下の仙台で 殺人事件を追う X 恐怖金でデビュー。翌年には私立探偵石原次郎を主人公とする冷たい闇を発表した。デビュー作となった X 恐怖金については国産ハードボイルドの講師との見方もある。また1958年には当時、早稲田大学教育学部の学生だった大矢部春彦が野獣しすべしでデビュー。以降、 タフで非常な主人公がアクションを繰り広げる作品を多数発表した。さらに1959年には河野のりがゴーイングマイウェイでデビュー。1963年には殺意という名の家畜で日本推理作家協会賞を受賞した。この3人にはくしくも生まれが1935年で、かつデビュー作が掲載されたのが宝石という共通項があり、当時は ハードボイルドサンバガラスと呼ばれたという。それより、前の世代では、1960年、島内徹が書き下ろし長編小説、アクトの契約でデビュー。翌年にも同じく書き下ろし長編、白いめまいを発表。洗練されたセンス、ドライなタッチ、軽快なスピードを特徴とする作風は、日本に初めて正当ハードボイルドが定着した感があると評された。 また1959年のデビュー以来、様々なジャンルのミステリーを手掛けていた、結城昌司が、死者に贈る花束はないから、ハードボイルドの分野に進出し、暗い落日など私立探偵小説の傑作を発表する。さらに、早川書房の編集者だった、生島二郎も、昇魂の町で、作家デビュー、追い詰めるで、直木賞を受賞した。 また1960年代前半からスパイ小説に新境地を開いていた三好徹は1968年から新聞記者を主人公にしたハードボイルドスタイルの天使シリーズを書き始めた。二季悦子も冷え切った街などのジュンシリーズで優れたハードボイルド私立探偵小説を書く。また当初は純文学作家としてデビューした菊村イタルは 江戸川乱歩の勧めもあって推理小説に移行し、1959年には失踪した男の行方を追う新聞記者が麻薬密売事件に巻き込まれてゆく獣の眠りを発表。社会派ミステリーでありながらハードボイルド文体の犯罪小説ともなっており、翌年には鈴木清順監督により映画化もされた。こうした社会問題を描く手法として、 ハードボイルドを取り入れた作品とは別に、純粋にアメリカ流のハードボイルドタッチを楽しもうとする気風も出てきた。その担い手となったのは1958年にアメリカ版マンハントの日本版として創刊されたマンハントに移収した作家、翻訳形で、その成果物として挙げられるのが中田浩二の危険な女、山下悟一の危険な標的。 続き道夫の万作カートキャノンシリーズなどである。また人脈としては異なるものの、小泉紀美子が津田玲子名義で新聞連載した殺人はお好きや小説の名人の異名を取る藤原新人がその名人へを発揮した悪魔からの勲章もこれに加えても良いかもしれない。さらに時期外れるもののマンハントでプロの文筆家としてデビューし、その後、 翻訳者、解説者として、ハードボイルドの普及に貢献した、小高信光や片岡義雄も、独自のハードボイルド作品を創作している。1970年代になると、ハードボイルドにこだわり続ける戦後生まれの作家が、現れる。短編、抱きしめたいで、小説デビューした、矢萩敏彦と、短編、鑑賞の街角で登場した、大沢有政である。この二人は、 都会的な作風で日本国産ハードボイルドの時代を築いた。また二人とも漫画原作も行った。1970年代末から1980年代にかけて冒険小説がブームとなり、その担い手となった作家には、船戸与一、佐々木譲清水達夫、大阪克義、藤田義長など、ハードボイルドにも意欲を見せたものが少なくない。中でも、 北方健三は日本的ハードボイルドの一つのスタイルを作り上げた。1988年には原が登場。沢崎官邸シリーズ第二作の私が殺した少女で直木賞を受賞する。また1989年には稲見和義がダブルオーバックでデビュー。肝臓癌による余命宣告を受けての作家デビューであり、1994年に63歳で、 亡くなるまでに7冊のハードボイルド小説を世に送り出した。1990年代には、東直樹、藤原より、甲、う、おさめりょういち、らハードボイルドの書き手が登場した。また、きりのなつきの、顔に降りかかる雨や柴田義よしきの、リコ女神の永遠、暗い越流で、第66回日本推理作家協会賞を、 受賞した若竹7回のハムラ・アキラシリーズ、本田哲也のストロベリーナイト・松岡圭介の探偵の探偵など女性を主役にしたハードボイルドタッチの作品も現れている。時代小説にもまた旅物を中心にハードボイルド的な要素を持った小説は存在していたが、時代小説におけるハードボイルドは大菩薩峠の主人公、つくえ龍之介に始まるニヒリズムの系譜の影響が、 根強いという特徴がある。また、舞台背景が、封建社会という制約もあり、遅延や血縁義理人情、仇打ちなどの、日本的ともいえる、独自色が、色濃く絡み合い、その枠の中での葛藤や戦いが描かれるパターンが、多いことが、現代小説との比較では、大きな相違点として挙げられる。伊達騒動に罪を取った、山本周五郎の、 もみの木は残ったもそうした特徴が顕著に現れた作品で、半尊族のためにあえて不中不信の汚名を感受することを選ぶ主人公、原田外の人物像は日本的ハードボイルドの典型と見ることができる。また、もみの木は残ったには海外小説の影響が認められるという指摘もあり、行島次郎は、俺は彼がチャンドラーを読んでたような気がするという感想を語っている。 老人、伊吹寛之助の用心棒家業を描いた、大矢部春彦の古剣は、著者唯一のハードボイルド時代劇である。1970年代に入ると、笹沢佐保の小柄し、文次郎、池波翔太郎の仕掛け人、藤枝梅安の両シリーズが、いずれもテレビドラマ化を機に、大ブームを巻き起こした。この時代は、時代小説家ではないハードボイルドプロパーの作家である。 生島二郎も、サスライの狼シリーズを書くなど、ハードボイルドタッチの時代小説は、一大ブームとなった。なお、サスライの狼シリーズもドラマ化されており、ペリー・オギノは、幻のまたたびハードボイルド大作と絶賛している。先駆者後継者ハードボイルド小説の執筆経験がある作家、ありがとうございます。